ンドスイッチの伏線図から電気がつきます。一回で電気を切りたい場合は、残った線はもうこの4本だけなので、もうこれは簡単です。サンドスイッチ、2種でも、まあ1種でもね、出るということなんで、サンドスイッチの伏線図から、実線と、かしこまりました。お願いします。はい、続いてサンドスイッチいきます。サンドスイッチも一緒です。ジョイントボックスが、あって、プラスマイナス。で、照明器具。シーリング。で、サンドスイッチっていうのは、基本的には、2箇所操作。例えば階段の登るところと、登り切ったところ、降りるところと降り切ったところとかでよく使われることがあります。で、下でつけて、上階段上がって、階段のライトを消したりとか、そういう時に使います。で、サンドスイッチの裏側は、こういう風に、0、1、3となってます。これが実物です。0、1、3。これも同じで、さっき言ったように、スイッチにはプラス、負荷にはマイナスが必要なので、そのまま引っ張っていきます。スイッチにはプラス。で、負荷には、マイナス。そしたら、余るのが、こいつですね。帰り。ここの、1、3、1、3なんですけど、この0なんですけど、サンドスイッチのこの1と3番っていうのは、こことここの渡り線。まあ、こっちで消したよっていうのを、こっちに伝えるための信号線的な感じですね。簡単に考えると。で、こっちでつけたら、こっちでつけたよっていう、信号線的な感じやと思ってくれたら分かりやすいかなって思います。で、サンドスイッチ、1番には白の IV 線。なら、反対側の1番も同じ線。で、ここで繋ぎます。で、3番と3番。なもう、本当にこことここを渡ってるだけ。本当にこういう風に考えてもらったら分かりやすいかなと思います。今結局残るのが帰りの線。ここを繋いでもらったら、プラスから電気が流れて、片方のサンドスイッチに渡って、マイナスで帰っていくっていう。こうやって考えてもらったら分かりやすいかなと思います。結局、片切りスイッチとほぼ一緒で、片切りスイッチの場合は、一つのスイッチでプラスと帰りがいてるんですけど、サンドスイッチの場合は、二つのスイッチでプラスと帰りがいてる。こう考えてもらったら別に、このただ単に2本を、渡らせるだけなんで、特に難しく考える必要はないと思います。まあ、サンドスイッチの伏線図の書き方、教えてもらったんですけど、今から実践もやっていくんですけど、その前にこのサンドスイッチの原理っていうんですかね。うん、まあ、これが今1階にあります。2階になります。こっちで消したら、こっちは触ってないのに消えるよとか、そういう仕組み自体が結構ね、初め理解するの時間かかると思うんで、サンドスイッチだけにピックアップして説明してもらいたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずサンドスイッチの仕組みなんですけど、簡単に、まあ、伏線図ではないんですけど、スイッチと0番。こっちも0番ですね。で、帰りと。負荷はマイナスに繋がるので、マイナス。こんな感じで、塗っていきたいと思います。スイッチ間の渡りですね。こう入ってるとしましょう。まずこっちを、サンドスイッチっていうのは、そもそも、こんな感じで分かれてます。で、どっちに、上にしても下にしても、どっちかから電気が流れるような仕組みにはなってます。こっちをオンにした場合、こっちに流れる、電気が流れるとしましょう。ならこっち、こっちもオンの場合、こう流れるとしましょう。ならここオンにな、接点がこっちにオンになってるんで、こう電気が流れてきて、こっちもここで、右にしてここが繋がってるから、電気が流れて、ライトがつくっていう。ただ、まあ、例えば、両方オフで、こっちで上がってつける。今これで、階段登るときは、下がオフとしましょう。で、上は、右になってるとしましょう。階段登るときこっちでオンにします。な、ここ繋がってるんで、電気がつきます。な、登ってきたとき、もう消したい。な、こっちを左にします。じゃあ、左のときは、こっちで繋がるんで、こっちは、プラスでひっついて、はい、電気が入ってきて、ここの接点で合ってるんですけど、上上がった時に、こっち側で遮断してるんで、こことここは繋がってなくて、こことここで今繋がってるんで、電気が流れない。なので、電気が消えたよっていう。反対側も一緒で、降りる時につけたり。じゃあ、こっちを降りる時に、まあ、2回で、今オンにしたってなったら、ここは今繋がってるんで、電気がつきます。で、降りた後、こっちに消した。なら、ここで、消してるんで、今こっちなんですね。だから、こっちで電気が途切れてるよっていう。この接点が噛み合ってないと電気が流れないので、どっちかで遮断する仕組みになってます。
はい。これ、今ちょっとね、今度は片切りスイッチで、僕はどっちもこれなんですけど、このチョボがついてないのは、オンオフっていうかね、どっちにも切り替えるから、このチョボがついてないんで、これが見分け方として、覚えやすいかなと思います。で、さっき原田さんがね、サンドスイッチやってくれて、すごいわかりやすかったんですけど、それでもわからない、ちょっとアホな人って言ったらあれなんですけど、僕の友達の深夜とかは、まだわからないと思うんですよ。まあ、これ危ないんで、やったらダメなんですけど、これ、原田さんが説明してくれたように、白がね、入ってます。他に。はい。ここに今、サンドスイッチがあると想定してください。で、このまま2階にしましょうか。2階のサンドスイッチの帰りがここに帰ってきてます。で、原田さん、これ、黒白に当てといてもらっていいですか？はい。ほんで、今、これスイッチを入れました。光りましたよね。ほんで、僕の方でスイッチを1回、はい。で、切りました。はい。ほんで、この接点がこっちに移動します。ほんじゃ、これで今、この赤い路線は断線されてるので、電気がつきません。で、原田さんの2階で電源を入れてください。はい。ほんで、このね、接点がこっちに移動するので、電気がつきます。1階で電気を切りたい場合は、僕の接点がこっちに移動するので、この白色は今繋がってないので、電気がつきません。ということで。はい、ということで、ね、これ危ないので、真似しないでほしいんですけど、まあ、ちょっと分かりやすいかなと思ってやってみました。参考にしてみてください。はい。では、先ほどの複線図に戻ってもらって、実技編、よろしくお願いします。はい。試験では向き白だと決まっているので、試験の候補問題、その問題に合わせて、ここの向き白は変えてください。基本的にスイッチとかコンセントやったら、10センチですかね、決まってたと思います。そしたら、サンドスイッチを先に仕上げていきたいと思います。基本的に今の住宅っていうのは、パナソニックのフルカラーって言って、ちょっとおしゃれなスイッチに変わってるんですけど、試験の方では昔からあるフルカラーっていうスイッチで、試験が出てきますので、まずこの枠の付け方から説明したいと思います。で、これがスイッチ枠。金属のスイッチ枠。で、これがサンドスイッチですね。枠には上と下があるので、注意して気をつけてください。で、こちらのスイッチに関しては、どっちでもいけるようになってます。ただ、基本的には、まあ、向かって、左がマイナスっていう感じなので、0番にプラスが入ることを想定して、右側が0番の首を。で、ここに爪があるんで、ここの爪とスイッチの爪が入る部分を合わせてもらったら収まります。なら、これで押さえたまま、ここの隙間にマイナスドライバーを差し込んで、クイッと、クイッと、めり込ませるような感じです。この爪に入るような感じになってます。なら反対側も同じように、0番が右に来るようにしてもらって、はめて、押さえて、マイナスドライバーで、クイッ、クイッと。で、これ外すときは、逆に、ここの爪に引っ掛けます。ここですね。で、外側に、クイッと、してもらうと、外れます。で、スイッチ1個の場合は、必ず、枠の真ん中につけてください。で、2個の場合は、上と下。で、真ん中を開けるように。これはもう絶対守ってほしいです。じゃあ、配線をしていきます。じゃここにサンドスイッチがあるんで、サンドスイッチから配線が3本。黒、白、赤。黒白赤。で、こっちも黒白赤。いきます。で、この電源のプラスマイナスが来てます。で、照明器具からもプラスマイナスが来てます。試験であればここ、ブッシングつけるんですけど、今はないんで省かしてもらいます。そしたらまず、スイッチの方につけていきましょう。これも0番に黒、1番に白、3番に赤。もうその通りでつけてもらったらいいと思います。こうですね。正直ね、これテレコになってもつくのはつきます。何ら問題ないから。ただ、できるだけ合わせてあげた方がいいですね。こっちも。こういう風な感じです。はい。じゃあ次、ジョイントボックスの方で。まずスイッチにはプラス。で、負荷にはマイナスがいるんで、まずそれを先にしてあげると、残った線が、分かりやすくなります。な、まずこっち側のサンドスイッチにはプラス。よかった。で、負荷にはマイナス。もっとないか。ないな。ほな、もう、ここで、先に、この帰りを繋いであげます。ここまではもう片切りスイッチと全く一緒です。プラスをつないで、マイナスをつないで、帰りをつなぐ。さっきの復習みたいな感じですね。そうですね。そしたら悪くややこしくない、ね、そうなんですよ。この線がないんやね。ほな、もう残った線は、もうこの4本だけなので、もうこれは簡単です。赤、赤、白、白。
赤赤白白汚いくて申し訳ないですけど、こんな感じです。プラスが入ってきてスイッチに行って、でスイッチから赤と白をたどって反対側のスイッチで、この0番から負荷に回転してマイナスで電気が返っていく仕組みになってます。実際にこれで電気がつくかやってみます。お願いします。はい、こっちで一回消してみます。つけてみます。こっちでも消してみます。こっちでつけてこっちで消してみます。こっちでつけてこっちで消し、こっちで消したけどこっちでつけます。2箇所で自由な操作ができるのが3のスイッチです。ありがとうございます。はい、片切れスイッチの、はい、最小本数でしたっけ、2つの電気に電気が流せるよっていうことですね。ありがとうございます。とりあえず面白くしたいです電気屋を。